はい、どうも皆様さこんにちは、グリードです。えー、タイトルの通りで、えー、ツイッターでもね、もう言ってあるので、知ってる人も多いと思うんですが、えー、しばらくちょっと、またお休みします。えー、今回はまた、怪我をしてしまいましたね。いやー、本当に、なんでしょう、騒がしい男ですよね、本当に。<laughs> もうな、なんかしらあるね、僕、本当にいや。昔から怪我と病気が多いんですけど、 まあ今年はね、目の件で活動休止しますとか言ったり、去年は心筋炎で <laughs> 心臓の病気で入院したりとか、そのうちを数年前もちょっとまた別の病気で入院してたりだとかね、なんか、いろいろ僕本当昔からね、あるんですよ。あ、そうだ、動画の前にちょっと先に言っておきたいんですけど、ラッシュゲーミングの新パートナーとして DX レーサーさんとスポンサーシップ契約をしました。 昨日発表して、まあすごくね、嬉しいニュースなのに僕がね、こんな怪我をしてしまうっていう <laughs>、なんかいろいろちょっとね、服がぐちゃぐちゃになってしまったんですけど、e スポーツとゲーミングチェアブランドでとても有名な DX レーサーさんとね、スポンサーシップ契約を、えー、結べたのは本当にね、嬉しく思います。そしてね、今ツイッターの方でね、その DX レーサープレゼントね、キャンペーン、コラボキャンペーンをね、今やってるので、ぜひね、チェックしてみてください。 そして年内にラッシュゲーミングのそのラッシュモデル、DXA さんのラッシュモデルをね、ちょっと販売する予定なので、ちょっとそれをね、待っててくださいって感じですね。だからまだ、まだ買わないでっていう。<laughs> もうちょっと待ってほしいなと思います。そして怪我の方に戻るんですけど、で、今回何しちゃったかっていうと、まあ、ちょっと今回本当間抜けでした。僕が間抜けで、 まあ家のドアにこう小指、右の小指を挟んじゃうっていうことをしたんですよ。で、パッと聞いたらそんな大した、大した怪我じゃなさそうに見えるかもしれないですけど、まあ僕の家のドアってすごいまあ熱くて、鉄鉄なのかなまあ分厚いドアなんですよ。もうなんか勝手にこう開いたら勝手にこうフーって閉まっていく感じの分厚いドアで、そっちのあのドアドムじゃない方、<laughs> わかるかるドアムじゃない方は、まあ、多分んとなくわかると思うんだけどそっちにね小指を縦に挟んじゃったんですよねこうだから爪を押し潰す感じじゃなくて爪をこうねなんか割るような感じで挟んじゃったんですよまあ普通にいつも通り家に帰ってきてまあいつも通りこうねこうガチャってあげて家の中入ってまあ背中ドアを背中にしながらこうね普通に閉めたらたまたまちょっと右手を 変に伸ばしちゃってたのか、小指だけがね、うまく先っちょだけが挟んじゃって、もう痛えってなって、パッて急いで話したんですけども、もうなんか完全に変形してて、あ、これやったなと思って、その瞬間血がね、ブシューって <laughs> 飛び出してきちゃって、もうなんか漫画みたいに出ましたね。人生で初めてこんな血出たかも。なんか、ね、こんなちっこいところなのにめちゃくちゃ血が出て床血だらけになって、なんか、 もう、やっぱこれはね、さすがに自分で伴走こうしてどうのこうのっていうレベルじゃないなと思ったんで、ちょ、あまりにも痛いし、で、結構もう夜遅かったんで、救急車をね、呼びましたね。去年の神経の時は救急車呼ばなかったんだけど、今回はちょっとね、血がやばすぎて、さすがに呼びました。で、病院行って、まあちょっと軽く応急処置だけして、また翌日来てくださいって言って、今日行ってきたんですよ。 で、まあ、プチ手術をね、しました、結果的に。なんかね、爪が割れたように、まあ、爪がぐちゃぐちゃで、僕もどうなってるのかよくわかんなかったんですけど、とりあえず骨はね、大丈夫だったんですよ、今回。本当それが幸いで、骨が大丈夫で、とりあえず、まあ、指がなくなることはないっていう、まあ、とりあえずそこは良かった。で、何が起きてか出たかっていうと、なんか、皮膚の下にある、その爪の、その、 生えてくるとこう大元の部分根っこがまあ飛び出しちゃってたらしいんですよ、まあ、まあプラスこう爪もぐちゃぐちゃになってたりしてまあ結構爪がメインに破壊された感じですねで今完全にこうぐるぐる巻きになっているんですよでその出ちゃった部分を無理やりこう引っ込めてまあ塗ってちょっと様子見って感じですね今はなんかめちゃくちゃ痛い久々に すごい痛い。鎖骨折った時ぐらい痛いね。なんか手の先だからかな。神経が多いからなのか結構痛い。<laughs> でまあ右腕が使えないんですよね。まあどれくらい治るのか正直わかんないんですけどまあ数ヶ月かかるのかな。まあ数週、2週間ぐらいでなんかちょこっとくっつき出すのかな。でまた新しい爪がこう無事生えてくれればねまあ数ヶ月で。 まあ生えてきても変な形になってたりするかもしれないけどまあとりあえず爪があればいいかなっていうとりあえず指があってよかったですね本当にいやでもなんかねこのなんだろう <laughs> 去年入院した時もそうなんですけど目の時もそうなんですけどこう怪我とか病気っていうよりはそのその期間治すまでの期間何もできないっていうのがねそっちのショックの多く 多くて、なんか焦りとか不安とかな、そっちの方がね、強いんですね。なんか、そわそわしちゃって。本当しばらくあは右手が使えないので、しばらく多分コントローラーは持てないかなって感じですね。で、前に告知した、その JEC の大会も、まあ、 出れないだろうってことで期待してた人たちにはちょっと申し訳ないなと思います。あとほんとメンバーの方にはめちゃくちゃ謝ったんですけど、本当に。ねせっかく誘ってもらったのにね、こんな <laughs> 事故になってしまってもなんか、いやー、アホですね、僕。<laughs> これは今回本当に僕、間抜けでしたね。とりあえずね、今はこう、縫った場所が、ちゃんとちょこっとでもくっつけて、 くっついてくれれば、まあその縫った針、あの針じゃない糸か、糸を取れば、まあ少しは動かせんのかな、どうなのかなって感じなんですけど、まあしばらくは、まあ、ゲームはね、確実にできないし、右手が使えないからあれなんですけど、まあ少し良くなってきたら、まあ CWL 一緒に見る配信ぐらいはできるのかなっていう感じですね。まあゲームする以外で、 何かできることあるなら、ちょっと配信とかで、ちょっとね、雑談とか、そういう方に、ちょっとシフトしようかなと思います。とりあえず今はちょっと安静にしておきます。もうね、ちょっと動くとね、なんか、その縫った場所がまだ完全にちょっとね、繋がってないから動くんですよね、なんか。痛くて、それが <laughs>。なので、ちょっとね、しばらく完全安静で休みますというわけで、えー、またちょっとね、お休みしますよ、という、ん 報告動画でした。お騒がせ野郎で申し訳ないんですけど、えー、またね、ちょっと動画上げられるまで待ってくれると嬉しいです。というわけで、今回はこんな感じでね、終わりたいと思います。お疲れ様でした。